先ほどまで米津玄師のフォートナイト内でのライブを、まあ、イベントですかね、見ておりました。どうも二次通編集長吉田です。今週の二次元ニュースピックアップなんですが、米津玄師 3D モデルせっかく作ってるんだから画面の中での表現だけじゃなくてぜひ出てくるっていうところも次以降ですかね、まあ、見たいなというふうに思っておりますが、さてそれでは今週の二次元ニュースはこんな感じ。はい、まずはですね、8月の1日声優安西千佳さんが結婚を発表されました。大人っぽい対応ですね。そして8月の3日東京アニメアワードフェスティバル2020、こちらなんですけども3月に開催予定だったんですが、まあ、やはりその時期できなかったということでコンペ部門のノミネート作品の上映が決定いたしました。スケジュールも公開されております。そして8月の3日ラブライブスクールアイドルフェスティバル、あの虹ヶ崎学園に10人目のスクールアイドルが参加したっていうニュースがありまして、これあのラブライブシリーズ人増えるんだな、メイングループにというよりちょっと僕はあの驚きました。そして8月の4日、あの声優関俊彦さんがあの新型コロナウイルス陽性であると判明されました。8月の4日からあの入院されているということです。まずはもう本当に軽い小病状で済まれることを何よりもお祈り申し上げますが、あのいくら対策立てていてもあのかかられてしまう方というのはいらっしゃるので、ぜひ、そういう方に対してはね、温かいお言葉というか、あの責めないのがみんなのためなんじゃないかなと思っております。そして8月の5日、あの京マフ京都で行われている大きなアニメゲーム漫画のイベントですが、京マフ9月19日20日に開催が決定いたしました。八代拓さんがお越しやす大使に、もう対策はきっとバッチリ立てていらっしゃると思います。そして8月の5日、ポリゴンピクチャーズ、まあ、シドニアの騎士とかを作られた会社ですが、こちらが制作しているスターウォーズレジスタンスがプライムタイムエミー賞、まあ、最もまあ、権威のあるこうテレビ関係の賞ですね、エミー賞、こちらに2年連続ノミネートされました。すごい。そしてあとあのこれ二次元ニュースとしてちょっと言いたいんですけど、瀬戸康史さんとあの山本美月さんが結婚されたっていうニュース、一般的にも大ニュースになってるじゃないですか。でも僕らからするとやっぱり瀬戸さんって仮面ライダー牙の人ですよね。だって山本美月さん、あのミコンプラスレギュラー番組にいらっしゃっていただいたことあるんですけど、ガチゴタなんですよ、なのであのあそういうものとしていいなって個人的には思っております。さあそして今週のアニメ化情報、まずは結城優菜は勇者である新作テレビアニメシリーズ大満開の賞制作決定、きっと脚本練り込まれてると思いますね。そして8月の5日、7つの大罪憤の審判2021年1月から、そして島崎信長くんが真白の音で主演を務めるテレビアニメ化が発表されました。真白の音、これはもともと漫画自体も非常にこう、ラガーマリモさんの骨太な作品なんですけど、あの漫画ってやっぱ音がしないじゃないですか。アニメになると津軽三味線の音が聞こえるんだなと思うとちょっとワクワクしますね。そして8月の7日、あのテレビアニメ半妖の夜叉姫、これがあの犬夜叉の、まあ、この続きのオリジナルアニメということなんですが、この中にですね、まあ、あの小松美香子さんなどに加えまして田所あずさちゃん、僕はラギュラー長くやらせていただいてましたが、あの彼女は犬夜叉が好きで、あの声優さんになっていらっしゃる方なのでよかったなと思ってます。そして8月の7日クール教信者ヨハネの組み合わせで描くもう一つの桃の物語ピーチボーイリバーサイドテレビアニメ化、まあ、小林さんちのメイドラゴンとか確かこのお二人で作られてましたが、この、 あのピーチボーイリバーサイドなんか桃太郎の話を、やっぱりこう一つ以内でいかない感じにこう、展開している作品だそうです。そして、私が今週ピックアップしたいと思ったのはこちらのニュース、はい、アニメをテーマにしたコンセプトホテル EJ アニメホテルが10月1日に所沢さくらタウンにオープンします。はい、今角川さんがもう本当にこう力を入れて作っている所沢さくらタウン、他にもねこうあのホールがあったりとか、それこそ出版社の機能があったりとか、もうさまざまなアニメゲーム漫画、そういったものの情報を詰め込んでいるところにホテルができると。でそのホテルなんですけど、コンセプトが物語の中に泊まれる、そうなんですよ、まあ、150インチのモニターがあったりして、さまざまなこうグッズだったりとか、そういったこうモチーフが用意されているということなんですが、もともと単なるこう映像作品であったところから始まって、まあ、アニメはグッズになったりとか、一般の生活のこう、ね、商品とかにもこう使われていたりとか、聖地巡礼っていう動きが始まったりとかしてるんですけど、意外に僕まだないなと思ってるのが施設なんですよ。お店はあっても、いろんなことをこう全部一手に引き受けている施設、僕はあのこう宗教施設で言うならばお寺みたいなものがないっていうのが、非常に今のこう二次元コンテンツの発展の、ポイントだなというふうに思ってて、それができるんだなということで非常にこの、ホテル注目しております。できたら取材したいなと、思ってますんで10月楽しみです。以上今週の二次元ニュースピックアップでした。